明協会のご後輩によって私が平成主義としておるところの道徳経済合一の説をこれより申し述べようと思います。人事道徳と生産職事とは元来ともに進むべきものであります。しかるに人生往々理にわしって義を忘るるものがありますから、いにしえの聖人は人を押し寄るにあたってこの兵を救わんとし、もっぱら人事道徳を説いて不義の理を戒むるに急であったために、後の学者は往々これを誤解して理に愛入れざる者とし、ために人をなせば止まず、止めばすなわち人ならず、理を売れば義を失い、理によれば理に離ずる者と即断し、理を公正はもって人をなすの満ちたることを忘れ、上皇釈藩の取り引き、合本公用の事柄は、皆真偽を基礎とする契約に基づくものなることに思い至らず、その玉はついに貧しをもって清しとなし、富をもって汚れたりとなすに至ったのであります。格のごとき誤解より、学問と実務とが自然に確立し至ったのみならず、古来学問は一ある人の治むべきものとなっておったから、封建時代にあっては学問は武士以上の消費回収の占有物であって、農耕省の生産回収は文字を知らず、経学を収めず、人事道徳は彼らにとっては無用のものなりとし、花形式に至っては有害なものであるとまで想像しておったのであります。私の順法する幸福氏の教訓は決してさようのものではない。論語に年を喰らい水を飲み、肘を曲げてこれを枕とす、楽しみまたそのうちにありとありますが、突然これを聞くと、なるほど孔明風紀のことは、孔子はとんと意に背ぬかのごとくに思われるかもしれませんが、それは解釈が悪いので、楽しみまたそのうちのにありの句に、心境の意味があるのに、気づかぬのであります。聖人はその心、仁義におるをもって、寛裕質素な生活のうちにもまた大いなる楽しみがあると返すべきであります。決して年を喰らい水を飲み、肘を曲げてこれを枕とするを理想的の楽しみとなしたのではないことは、もまたの一時でもわかります。孔子は義に反した理はこれを戒めております。